バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは。パピプペパルパルどうもパルパルです。なんか久々の久々のなんか収録をした気がします。今回はタイトルの通り何をお知らせするかというと、納車しました。ちょっとなんででっかい声で言わないかっていうと、広いね駐車場でね一人でね喋ってるんで、ちょっと恥ずかしい。というわけで早速紹介していきたいと思います。さてこちらがですね、私の N 番です。じゃーん、これなんていう色なんだっけ。なんとかグリーンだったと思うんだけど、なんとかグリーンです。なんとかグリーン、ほとんどねカスタムしてないんだけど、このなんだドアミラーを変えてもらって、でこのドアミラーがねポイントです。結構ね大きいんだよね。よいしょ、これはひどけない。私163センチ 3.5 なの。ほら結構背が高いです。皆さん何が気になりますか。今ね新車の状態だからこんな感じでシートが被っています。めちゃめちゃ新車臭がする。体に良くない。まあ、みんなねもう YouTube とかで見てるから知ってると思うんだけど、こんな感じ。ここに ETC をつけてもらいました。あれ見えてるかな。ここに ETC をつけてもらいました。ドラレコもね前と後ろもついてますね。向こうについてるね、後ろとついています。 N 番はね後ろ、よいしょ、これね後ろのシートがね全部倒れるんですよ。クモの巣張ってるんだけど。映ってるかな、ヒロローン、クモさんが。私前に乗ってた車クモの巣張ってたんだけど、なんか買い取りの人に驚かれた。クモの巣張ってますねって言って、車にクモの巣張ってますね。でも今分かりました。 なんだこれくるくる回るの。車はクモの巣が張るというものだということが分かりました。そしてやばい、あーびっくりした。やられるかと思ったこいつに。トランクは結構広いと思うよ。うん、結構広いと思う。でなんか後ろだけペラペラの敷いてありますね。バイクのために一番いいのが、一番いいのがっていうかすごくて、フックをかけるところがさついてるわけですよ。すごくないこれ。でこのシートを倒すんですけど、どうやって倒すかというと、ここをよ、あれこれで倒れるはず。あ、そうだった、忘れてた。このこれを外さなきゃいけないんだった。これを外します。あ、痛い。あ、爪が、はい、結構でっかいでしょこれ。頭よりでっかいよ。ほら。もう一回外します。それで、このオレンジの紐を引っ張ると、いいよ。こんな感じで倒れてくれて、逆側もここを引っ張って、片手でね、片手で倒せるよ。すごくない?女性が片手で倒せます。で、今どうなったかっていうと、こんな感じになりました。もうこの時点でさ、すごい広いの分かりますか?ちょっと寝っ転がって、この時点で、こんなんだよ。あ、ギリギリ。これギリギリ膝曲げたら寝れるんじゃない?ほら。あ、すごいでしょ?すごくないですか?これで車中泊も行けるっていう。でそして、まあ、メインというか、メインというかね、メインというか、こいつですよ。
こいつも倒れるわけだ。これもヘッドレスト外すのかな、知らないんだよね。ちょっとこれ外してみますね。めっちゃバイクのいい音がした。これも一応外してみた。助手席の方がちっちゃい、ヘッドレストがここかな、これ。あれあれあれ、引っ張れないの、どこ引っ張ったら倒れるのか分かんない。え、これじゃないの、これじゃないらしい、これかな、これかな。あ、倒れた倒れた。この下のね、レバーだった。あれあれあれ、どういうこと倒れないんだけど。あれ？え？なんで？なんで？あ、こうやって畳んで、これでまず畳んでから、このレバー硬い。え？お！なんかね、助手席はね難しいです結構。慣れればいいんだろうけどね。はい、というわけでこんなに広くなりましたよ、見てください。はい、じゃあ寝転がってみたいと思います。すごいすごい、見える、ほら、手伸ばしても手伸ばしても余ってるよ、これで。普通にシングルベッドの半分くらい。これ全然全然車中泊いけるでしょこれ。って言っても荷物乗せてたらいけないけどね。だからバイクがここに乗るんですよ、ここにヒュッて。これだったら余裕だよね、すごいすごいな。でね、350キロまで乗るんだよね。で、あと邪魔になったヘッドレストはここに入れておけると。こういうさ、こういうの嫌いなんだよな苦手なんだよな嫌いっていうか苦手なんだよな。これどうなってんだか全然わかんないわ。こういう紐ね、子供の頃から苦手なんだよね。緩まったけどどうやってしまってたのか忘れちゃった。全然わかんない、絶対違う気がするけど、まあいいや。はい、というわけでこんな感じで、とっても便利です。とっても便利なんだけど、ただし、よいしょ、あ、ちょっと待って、重い、これをね、椅子を上げる。ただし不服なのが、この窓が、後ろの窓がほとんど開かないということですまあその辺はね、許容範囲かなっていう気はするんですけどね、こんなに便利だから。肝心のさ、装備をちょっと紹介したいよね。ここでスタート。じゃーん、あのサイドブレーキが足なのでとても便利です。で、私はこのね、ナビじゃないんですよ、オーディオモニターってやつで、バックビューモニターが見れる。だからバックに入れるとこんな感じで見えます。こういうのもあるから便利っぽいよね。でもよくわかんないけど使い方が。これはなんだろう、これはなんだろう、なんかマウス、なんこれ、なんだろうこれ、なんでしょうこれ。後であのお店の方に聞いてみます。で、あとこうドリンクホルダーもついてるし、このライトかわいいよね。ちょっと近づかないと。このライトかわいい。こんな感じです。運転席から見ると。倒れてる助手席。で、エンジンもすごい静かだし、運転も快適だし、これを立てようか。お、違う。なんか手順が書いてあるな。全然この絵がわかんない。なんか両方持って引っ張れって書いてある。よっ、なにこれ、
こういうことだ。はあ、よいしょ。っていうわけでね、結構ね、後部座席は簡単なんだけど、助手席はちょっと難しい。でね、あとね、助手席リクライニングしなかったんじゃなかったかな。これはね、リクライニング機能じゃないんだよ。リクライニングしないんだと思う。あ、ここに書いてありましたね、倒す手順が。全然見てなかった、全く見てない。あ、そう。で、あとすごいのが、このファンっていうやつだと、ここに USB のソケットがデフォルトでくっついてるんですよ。すごくないこれ、 USB で、まあ、ここにシガーソケットもあるし、だから電源がすごい取りやすいということですね。もうなんか久々に撮影して息が上がっちゃった。あとはね、細々とこういうね、この荷物かけたのいろいろとついてますので、閉まんない、閉まらない、理由がわからない。運転席からじゃないと閉められないとか、そういうやつかな。ちょっと待って、これも聞いてみる。やばい、なんかいろいろわからないことだらけですね。あれ、左側だった気がするんだけどな、運転席から開閉するのって。閉まらない、エンジンを止めたからかな。はい、これでどうでしょうか。これで閉まりますかね。え、閉まりません。ちょっと待って、ちょっと待って、硬いだけかな、硬いだけ。あ、閉まりました、よかった。まあ、この扉はね、特に何もないですね。よいしょ。まあ、窓ガラスもこんな感じで、結構なんていうの、スモークっぽくなってるんで、後ろはいいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とコメントと高評価お待ちしてます。それじゃあ、バイバーイ。